皆さんこんにちは。イマジョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、組織における人の生産的な行動と非生産的な行動1ということで、2回にわたってですね、どうしてね人は生産的な行動を取るのか、どうして、非生産的な行動を取るのか、特にね非生産的な行動と、こちらに焦点を当ててお話をしたいと思います。まずね、個人的な要因としてはね、人間誰でもあるんですけども、防衛規制ディフェンスメカニズムっていうのがあります。これ心理学を勉強された方だったらね、よくご存知の話なんですけども、一応ね確認してみたいと思います。いろんな学者はね、いろんなことを言ってて、一番細かく整理したのはクリス・アリスじゃないかなと思いますけどね。まずですね、自分自身が自己概念がありますけども、ここにねちょっとポンチ絵が書いてありますけども、あなたは間違ってる、そうじゃないとかね、私がノーって言えないのはそれはね何の理由があるわとかね、それから私藤井さんってノーって言えない人なのねと、あなたこそノーって言ってない人だわとか、私は言うべきことはきちんとノーって言ってるわとかね、こういうふうにいろんな形で、反応を人間するんですね。これは右の方に自己概念がありまして、否認とか合理とか、投影とかですね、反動形成と、こういうことなんですけども、これだけはちょっと分かりにくいんで、少しね、もしくは掘り下げてお話を一つしたいと思います。もっと実はあって、先ほど申し上げたようにね、クリス・アジスが一番細かく整理していると思います。何かあってね、脅威に感じると反射的に守ろうっていうのは、これで、防衛本能なんて言いますけどね、防衛規制ですね。で、自己概念がね未発達な人はとにかくね、自分自身よく自分自身のことをよく掴んでないのにね、もうやたら攻撃的になるんですね。何か言われるとね、責められてるんじゃないかと思って逆に攻撃し返すと、というようにですね、攻撃的になると、こういうことがあります。そして罪意識ってありますけどね、これ何かっていうと2番目、攻撃のねもう典型で、自分に向けられるね自己攻撃なんですよ。私ダメだ、私っていつ俺はどうしたんだとか言ってね、こういうことになるんで、もうこれ以上踏み込まないでって言われてるんですね。それから継続っていうね、これはね、もうずっと俺やってるんだって言ったら、今更そう言っても仕方ないよ、俺もう小さい時からだからと、こんな風にね、言います。それからね、面別決定、これ基準とか規定とかね、社会的規範を盾にしてね、意識的にやってる。例えば人事評価みたいなね、人選すると、俺が決めたわけじゃないと、これはそういうルールなんだと、こういう風にね、するっていうことですね。否定、無意識にね、働いて自分のね都合の悪いことになると、なんかね何でもかんでも否定する人っているじゃないですか。まあ、そんな形になると、これ5番目否定ですね。抑圧っていうのもあるんですね。過去にですね、いろんなことがあってトラウマなんていうね言葉がありますけども、無意識のうちにですね自分のパーソナリティを押し込めちゃうと、というようなことで、いじめにあったとか、あるいはね若い時ものすごくね貧困でなったとか、そういう時をね、無意識に防衛して自分自身をね抑圧しちゃうなんてことねありますね。まあ、ですからもう大成功してもね抑圧して、で当時の、もう状況が変わっているのに抑圧しちゃってるということですね。それから抑止、今度はね抑圧と違って具体的に内容を覚えてないんですけど、無意識の部分に押し込めて一般したことを覚えてると。ですから人物金場所なども怖かったとかね、嫌だった、というね、いうようなこと、なんとか恐怖症とかなんとかアレルギーってよくあるじゃないですか。まあ、なんとか恐怖症ってね、いうことは過去のねそういうことを覚えてないんですけども、どっか、潜在意識に入ってるんですね。で、抑制っていうんですね、これ脅威を意識の部分に置いたまま抑止すると。研修のねこんな質問をするとね、みんなにバカにされるんじゃないかっていうことでね、まあ、特にね大人数のところにいるとなかなか手を挙げられませんね。これはちょっとこの場で質問していいのかなっていう、こういうのも一つの防衛規制の一つです。それ以外にも転換ってありますね。これは何かというとね、まあ、急にね胃が痛くなるとかね、もう下痢を起こすとかねって、こういうのは体に別ね心理的な防衛を果てるとそうなるということですね。過剰保障ってありますね。これ不安な場合起きるんですよ。不安な場合に、ね、やたら働きすぎるというようなことで、私もね、まあ、前職の時そうだったと思いますね。成績が落ちるとものすごくね競争の中でやってきましたんで、ちょっと成績が落ちると嫌だなと思ってね、もうやたら働きすぎちゃうと、こんなことはね不安から起きることですね。それが合理化っていうね、本当は俺だってね頑張ればできるんだなんてね、よく受験生でね、いや俺だって勉強すればね、東大京大早稲田慶応なんて受かるんだって、こんなこと言うっていうのはね、ほら
浅はかな言いがけで、まあ、合理化しちゃうってことですね。同一視、俺は誰々さん知ってるよ、彼々さん知ってるよっていうのは、その人と、まあ、別にね、ちょっとすれ違っただけかもしれませんしね、やたら向こうも覚えてないぐらいんですけど、名前をやたら出すっていうことは、自分の同一視を指してね、そして自分を大きく見せたいとか、こんなことになります。当社、これはね、自分の欠点をカバーするっていうことでね、俺だけじゃないんだ、誰々さんってやってるんじゃないかと、みんなやってるんじゃないかと、みんなで誰なんだってこういう話になるわけね。それから不決断、これはね、自分決めないんですよ、なかなか。決めると責任が発生しますから。だからいつもね、安全なところにいようとするのが不決断。両面価値、脅威やね、関心の焦点になる特定の人物を憎んだり好きになったりすると、これもね、ある意味ね、まあ、両面価値は、ね、ちょっとね、かなり深い話ですけどね。失言ってありますね、無意識の中にね、と出ちゃうと、こんなこともあります。これも貿易税の一つだと、無意識から出てくるとね、言われています。ということでね、クリス・アリスはこんなふうに言いました。でもう一つね、実はこういう考え方があるんです。これはウィル・シュッツっていう方が整理した内容ですね。私も前職の時、実際ここのサウナシスコの事務所行ったりとかね、ウィル・シュッツの3週間か2週間忘れましたけど、そういう講座にね受けたりとか、そんな、記憶があります。ウィル・シュッツっていうのはね、いろんな行動に関して、あるいは感情に対して、あるいは自己概念に対してこういう階層を作ってるんですね。もう一つは仲間性、統制、開放性っていうね、一つはそういうような、また区分けも作ったんですね。これどういうことかというと、行動もね、いろいろあって、仲間性っていうのはね、みんなと一緒にいたいっていう、ね、一緒にいる行動を取る人と、一人で読書したりとか映画見に行くという方、こんなことになります。統制っていうのはね、まあ、なんかあるとすぐ仕切る方いらっしゃるじゃないですか。そういうこともいらっしゃる。で、開放的なんていうのは自分のね、プライベートのことも含めてオープンにする方と、そうじゃない方もいらっしゃる。という時に、その奥の感情って何かというと、この重要感、自分はこの組織の中で、あるいはこの仲間の中で重要だなっていう時にね、どうしても、おい、一緒にやろうやってこうなるわけですね。有能感、これは何かというと、仕切るっていうことは、自分だったらこれできるとかね、俺についてくれば大丈夫だって、こういうね、有能感があるから上がると。そして、好感っていうのは、自分のことが好きだからオープンに話せるんですね。ところがですね、これは本当かっていうとね、実は感情レベルですが、さらに深い自己概念、自分がどう思ってるかっていうことで、ちょっと飛ばしていただいて、一番下ね、自己重要感。人がどう言おうと、自分自身がね、自分のことを重要だと思ってれば、それでいいんです。これ自己概念ですから。で、そうするとどういうことが起きるかというと、例えばね、まあ今コロナで大変ですけど、飲み会の時にね、誘われなくても、あ、今日なんかね、俺誘わない方がいいことがあったんだって不安にならないんですね。とは誘われないとね、やたら不安になるっていうのは、これ自己重要感が低い。こんなふうに言われてます。自己有能感。これもね、別にトップに立たなくてもいいんです。自分が叱らなくてもいいんです。誰かがやってくれるんだったら、それでいいんじゃないかっていうね、これ平然としてやれる。こういうの自己有能感。そして自己好感もそうですね。まあ、いろんなことを言われて批判されてもね、まあ、大丈夫だよっていうね、自分の自己概念があればいいという。まあ、こんなことがあるんですけども、この自己概念が低いとどうなるかっていうことであります。まあ、これはね、シュッツがまとめた、先ほどはクリス・オレンジがたくさんありましたけども、右上のところにね、自己、まあ、14回有能感、好感ってありますよね。不安になるとどうなるか。一つは犠牲者がくれない。会社何々してくれない、何々してくれない、大々さん何々してくれないってことになるんですね。そして、批評家。これは、行動はね、最大の防御で、やたら人を攻撃する。そして援助者、いや、あなたのためだ、あなたのためだって言いながら、実は自分のため、そしてさっき言ったら過剰さというようなことに起きてしまうんですね。しかしこれは、左上にありますように、無意識のうちに一時的にしのぐというね、ものでしかないということになります。じゃあ真実は何かっていうことね、この防衛、自己防衛っていうのはね、気づいてる場合もあります。あ、俺こういうとこあるなって気づいたことがありますけど、気づいてないケースもありますね。そうすると気づいてないから言いたくない、悪い、私の仕事を認めてないんですから、期待嫌いです。自信なさに見えるでしょう。自信にないことが、ないことが、私心配です。こういうふうにね、段階、レベルがあるっていうんですね。で、そうすると、そのレベルと自己概念のところを考えてみましょう。今のね、ちょっとでかく書いてましたけど、これ小さく書いてみますと、あなたが悪い、私を認めない、あなたが嫌い、自分になさそうに、私が自信がないとなるとどうなるかっていうとね、被害者、あなたが悪い。はい。そして、2。私を見てない犠牲者、はい、3、あなたは嫌い、はい、4、何か自信がなさそうに、はい、これ自分が自分ね、私が自信がないと、こういうことになります。
そうするとね、これは本音なんですね。実際は本心はこうだという、本音がここにあるというふうに言われています。でそうした時にね、これ見てください。この場合どうしますかね。レベル5、サメが来ました、まあ、上手なんて映画ありましたよね。その時に、まあ、こういう状況の中でどうしたら不安が見れますか。はい、じゃあ今日は時間がないですから、ね、あの、あまりね、YouTube で長くから話すといけないので、このぐらいにしますけども、こうしたらどうでしょうか。もうね、安心でね、サメ怖くないんですよ。というのは、こういうふうに自分自身が、ね、きちっとした対処方法を知っていれば、怖くないんです。対処方法を知らないと、もう逃げまくったり慌てて大変なことなんですね。これは実は心理的にも起きることなんです。ということで、今日はですね、防衛規制。人を組織に内でね、人の生産性、非生産性、行動と、的な行動ということで、この防衛規制を、まあ、今日は挙げました。明日はですね、集団で起きる、非生産的な行動に焦点を当ててお話をしたいと思います。こうしたですね、経営学の基本的な、今日は心理学寄りの話をしましたけども、それ以外にも企業の事例、それからニュースになっているのコメント等々いろいろね、お話していきますので、ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。今日もご清聴ありがとうございました。